私は35年間アルコール依存症でした毎日が絶望的でした逃げ場のない状態で飲酒をやめようと試みました依存症はコントロールできるといいますがアルコールや麻薬依存症を経験した人ならば分かると思いますがそう簡単なことではありません私は重度のうず病になり自殺を試みました1度目は1969年そして2度目は1982年です 私は週7日1年間毎日仕事をしていました休暇を取ったことはありませんでした毎晩仕事から帰ってくると7時から飲み始め2時間半後にはビール瓶17本も開けていました毎日35年もの間ですすべて合計するとビール瓶25万本にもなりますブルーノ・グルーニング交友会には2004年1月に私を信頼して 私の事情をを知ってててくれいいる友人を通しし出会いました私は何が起こるのか分からず信じることもなくこの教えにやってきましたが友の会の人たちの寛容さに心を打たれましたそしてその週末にアルコール依存症が完治するという経験をしたのですとても鮮明な経験でした 私は何もしていないのに依存症が消え失せてしまったのですそれまで依存症だったことがまるで嘘のようでしたですからその後もハイルストロームを受けるためにアイス礼をしていましたしかしこれまでの人生で神によるハイルストロームによって最も大きな奇跡が起きたのは6ヶ月後のことでした 今に座っていたときのことですが、突然足元のエネルギーを感じ、それが体の中を上に向かって伝わっていったのです。そしてそれまでの人生で蓄積された精神的重荷が一瞬にして頭から抜けいったのです。私は解放されたのです。もうお酒は飲みません。飲みたいとも思いません。依存症は消えてなくなりました。私は今、満ち足りた日々を送っています。幸福です。 家族といることの幸福を実感していますすべてはブルーノ・グルーニングと彼の教え、交友会そしてハイルストロームのおかげです私は人生を取り戻しました神様に感謝しています